どうも令和元年12月7日本日もお届けするは口だけの男でございます。あら電池なくなっちゃった。まあいいや、まあ、このままお届けしましょう。こんにちは。ですね、私はすぐ覚えたことをアウトプットします。インプットする、セミナー行ったりそういう人って多いんですよね。インプットする人は多い。インプットの方に、勉強する学ぶっていう人多いんですよ。でも学ぶことよりも大事なのはアウトプットだということをお気づきになってください。アウトプットしないと人間っていうのは学べないです。本当にアウトプットした時に自分で、あ、ここが足りないのか、本当に自分のものになるんですよ。で、今日僕が学んだことはですね、脳の世界では、自分を見つめる目を我見って言って、お客様の目を、見つめる目を利見って言うんですけど、もう一つの目がある、三つの目があると言われてます。それは利見の見って言って、まあ、宇宙から見てるような、もう最新歩ですね、こう、なんですか、もうお客様も自分を見つめる。お客様のことも自分も見つめるというか、それ冷静な目ですね。その目が必要だって言われてるらしいんですよ。だからそういうのを覚えたらすぐ僕はアウトプット、そのすぐ自分のものになってしまう。これが私の覚え方です。アウトプットしないと覚えないです。で、アウトプットすることは大事って、今朝も外国人の方が、黒人の方、JJ っていうやつと知り合ったんですけど、いたから話しかけます。なぜ話しかけるか。私は英語を忘れてしまうんですよ。アホだから。喋らないと。だから、最近ね、外人さんね、駅にいるんで、だいぶ喋る機会が多くなってきたんで、だいぶちょっとスラスラ出てくるようになってきたかな。もう最初の方はちょっと疲れちゃったり、久しぶりなんで、もうとにかく下手くそ英語になっちゃうんですよ。まあ、久しぶりに話すと、なんだろうな、まあ、英語できんるぐらいの感じです。でも普通にもう、スラスラ喋れたのに悔しいよ。もうでも喋れるようにすぐなります。あと、天心とこ行って、昨日は3回ゲロ吐くぐらいやってきたんで、今日も行ってくるけど、まあ1ヶ月も経つとも余裕で、超強くなっちゃうね。俺、追い込むから、やるときは。